はいどうも、一分映画批評です。ビートたけしの半生を綴った自叙伝浅草キッドを劇団ひとりが実写映画化、ネットフリックスで限定配信ということでしたが、丁寧に作られているとは思うんですけども、はっきり言って出来の悪い映画だったと思います。いや、もちろんね、ビートたけしの半生が面白い面白くないかとかそういう次元ではなくて、あくまで純粋で映画として出来が悪い、まあ言っちゃえばいつも通りの劇団ひとりクオリティだなということで、まあ、ちょっとね、評判の高い作品ではありますけども、致命的な欠点、今回は1つ、いやもう2つだけお話ししていきたいと思います。ちなみにここからはね、ネタバレありの内容となっておりますので、あんまりネタバレとか関係ないレベルの話ではあると思うんですけども、まだ見てない方はご注意ください。では映画浅草キッドの致命的な欠点、何かと言いますと、軸がブレブレなんですよね。で、何の軸かと言いますと、この映画ね、何度も繰り返されるんですけども、芸人だよバカ野郎っていうのと、笑われるな笑わせろっていうセリフがね、印象的にこうビートたけしの芸人哲学的に繰り返されるんですけども、それがまるで実践できてないように感じたんですよね。で、そのさっき2つのセリフをね、端的にまとめると、芸人なんだから笑わせろってことだと思うんですけど、そこにこの映画タップダンスをね、まあ絵的に派手だからだと思うんですけど、タップダンスをめちゃくちゃ入れてくるんですよね。このタップダンスがね、まあ、ビジュアル的にも楽しいし、師匠とたけしの交流っていうのもわかるんですけども、なんかタップダンスばっかやってなんかどうやってるけど、芸人って笑わせるんじゃないの、え、タップダンス芸人なの、え、タップダンスやってたら笑いって起きるのっていうね。しかもラストシーンもタップダンスって、もういよいよタップダンス芸人映画じゃんと。てかタップダンス映画って、まあ去年スイングキッズっていう超絶映画見たから大してね新鮮味ないんですけど、まあそういうね、芸人イコール笑わせろっていう軸があるのに、そこにタップダンス入れてくることで、その軸とタップダンスが離れすぎてて、ん？ってなりません？え、タップダンスを描きたかったの？っていうところが引っかかりましたよね。で、二つ目。これちょっと細かいんですけど、テレビ出演のところですよね。まあ、コンプラ的に2ビートのネタがやばいけど、プロデューサー、ディレクターとかわかんないですけど、その指示を無視して、コンプラ的にやばい自分たちのネタを生放送でやるってとこ。で、あそこから一気に売れちゃってってとこになるんですけども、いや、その頃のテレビ知らんし、コンプラ NG のネタやった後の話教えてくれよと。で、単純にテレビのために自分らの笑いを歪めるか、自分らを貫くかの葛藤を出したんなら、そこはチェーホーの銃的に出したんなら描かないとダメじゃねって思うんですよね。いや、2ビートのテレビ初登場は常識だろ、伝説だろ、みんな見てるだろっていう人いるかもしれないですけど、いや、見てねえから、てか知らねえから、昔の浅草も漫才やってたビートたけしもそんなに知らねえから、ってそういう不満がね、一気に爆発しちゃうんですよね。あのシーンかっ飛ばされることでね、え、何これ、50歳以上対象の映画なの、ビートたけしとの思い出リアルタイムで持ってる人用の映画なの、え、俺ら切られてないっていうね、こう思っちゃったんですよね。まあ映画全体で丁寧には作られてるとは思うんですけども、毎回下手ですよね、劇団ひとり監督はね。感動的なシーンでは絶対感動げな音楽流すし、伏線回収している最中には絶対回想入れたり、もう化学調味料入れまくりですよね。もっとね、観客を信じていいと思うんですけどね。ということで、映画浅草キッドは芸人イコール笑わせろっていう軸がタップダンスによってブレブレ、困ったらタップダンスっていう点と、肝心なところ手抜きしちゃう2ビート時代を知らない人たちを置いてけぼりにしちゃってる感じが、正直ね、映画として致命的じゃないのかなと思いましたよね。はい、ではここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。一分映画ひろでした。